マジか。皆さんおはようございます。野菜ゲームライブラリーと申します。フォートナイト、アート工業かなど工業という、そんなあなたのためにピンをさしておきました。ホーリーヘッジ。最近どうやろう、学校楽しいかな、遠足、修学旅行、体育祭、運動会、文化、なんかクリスマスパーティーとかもあんのかな。でも、まあ、コロナウイルスで、だいぶ中止になってるよね。ただそんなあなたにも、まあ、フォートナイトがあるからね、大丈夫と。大丈夫でもない。とりあえずは、まあ、そこのとこなんとか、こう、ネガティブな部分が、マイナスの部分がね、なんとか少しでも楽しいね、バランス取れればなって思ったりする。あ、おるな。どうだった、あれ、疲れ。ボットっぽいよな。当たらねー。で、今回なんだけど、YouTube の配信をしていると、ね、一緒にやってくれる、一緒にプレイしてくれるっていう人が、まあ、割かし増えたんでね、これまでフォートナイトで、こう、出会った人があんまりおらんのでね、その改めて、自己紹介もしたことなかったんで、自己紹介できたらなっていうふうに思ったりするんやけど、ゲームの方、やりながらっていうのはやっぱり難しいもんで、これ、やりながらできる人すごいよね。まあ、なんやろな。これセンス、やっぱり喋りながらプレイ、プレイしながら喋る、これも一つのセンスなのかなって思ったりするのが、まあ、ここ最近の感じてることで、何の話してんのみたいな話だけど、これは一応は自己紹介ってことなんで、プレイしながらね、僕はこういうことをしてて、こんな人と仲良くなりたいですみたいな話ができればなっていうふうに思ったりするんだけど、外した。ちょっと、うんちエイムを炸裂させちゃう。普段 YouTube で、昔のゲームやったり新しいゲームやったりね、まあ大方大よその人、まあ、特定のゲームについては例えば興味があって調べてきてきましたよみたいな人はいるんやけど、やっぱり俺みたいに何でもやってみたいみたいな、面白いゲームを探してますみたいな人は、少ないみたいで、まあそうやね、今はもうネットで調べたらすぐ分かるからね、勝って当たり外れみたいな、あーくそこんだけ払ったのに外れたわっていう勝ったんやけど、まあ、実際はあーこれ失敗やなーっていうのがあったりとかさ、これまでインターネットはあまり普及してない頃はあったんかもしれんけどね、今はやっぱり調べてとか YouTube で検索してこう当たりがすぐ見つけられる、自分に合ったとか自分が楽しいなと思えるようなすぐ見つけられるようになってしまっているんで、その外れる楽しさっていうのは分からへん人、分からへんというか、その何だろうな、外れる楽しさって無駄じゃねみたいな、それはもちろん、ね、あるんやけど、やっぱり俺はもう言うて20代の終わりかけぐらいのおじさんなんで、やっぱりその楽しさはまだある。前レビューは調べずに買ってやって、あこれ面白いわと思うのもあれば、あマジでなんで買ったんやろみたいなもう当然あるわけで、ね、そういうのをね、追いかけてたら気づいたらね、ゲームソフト持ってる数も1000、2000ぐらい、2000はいってないかになってしまってね、まあ、今は少しずつ、ね、一回買うのを新しく買う、新作については買うんやけど、中古で買うっていうのは今やめてて、そうとりあえず消化していこうかと、溜まりすぎたのを消化していこうかって話で やりながらフォートナイトもやってると。なんでフォートナイト1日できる時間っていったらそんなに長くはないんやけどね、フォートナイトについての動画も、まあ、あんまりいいのは上げられてないよね。ちょっとまあなんかとりあえず YouTube アップロードできるんや、あじゃあフォートナイト撮ってみようか、お撮れたな、編集する、あせんでやろう、そのまま貼っとけ、アップしとけみたいな感じのクオリティのが多いんで、そこはちょっと申し訳ないんだけども、少しずつ改善していくんで、今回から今後アップロ
あ、外した外した。今後アップロードしていくのについては少しずつね、みんなに協力してもらいながら、いいのができたらなっていうふうに思います。トイトじゃなくて普通のゲーム配信も配信じゃない実況か。まあ基本的にカットはしてなくて、カット編集はしてなくて、まあ編集カットしたら見やすいし、もちろん面白いものに出来上がるけど、もそこじゃないよね。長すぎるのはもちろんそうなんやけど、こう失敗10回20回してるのとかもできればカットしたくないっていうのがあって、なんでかっていうと、そんなも含めてゲームの楽しさではなかろうかっていうふうに思ったりしてるんでね。上にいる？もしかして。だからどうするどうしたいっていうわけでもないんやけど、あ、間違えた。フォートナイトに咲いてる時間はまあ結構長いっちゃ長いんやろうけど、まあ、それほどフォートナイトを専門にとかフォートナイトだけをやってるような人と比べるとそんなに長くもないと。なんで、まあたまにインしたらインしてね、見かけたらぜひ招待してやってほしいなと思ったりするし、友達に関してはね。で、今後もし友達、お壊されてるやん。おお、まあ、フォートナイトってさ、むちゃくちゃ、この前も配信の YouTube で調べて配信をパッて見たら100人、日本人っぽいなってだけで100人ぐらいが、休日のね、そのある時間帯で配信してて、でパーってチラチラ見てみて、やっぱりあみんなすごいな、みんなうまいなとか、なんかあるよね、こううまいとか面白いとか、あとはね、よいしょ、今のよかったな。やば、どこや、どっから来る、よっしゃ、やばいやばい、やば、よっ、やばい、よいしょ、よいしょ、やば、ミスった。もし配信とか、フォートナイトの動画、何かの動画見てくれてね、ここにたどり着いてくれた方、検索してくれてもそうか、まあ、たまたま来ちゃったなーっていう人がいて、ここまで見てくれた方、もしよければ一緒にプレイしていただけたらいいなと思います。野菜ゲームライブラリーさんが新しい動画を更新しましたみたいな、ポンってなんか通知が出てくるのもあれなんで、通知はオフにしておいてください。じゃあ、ありがとうございました。おやすみなさい。